はい一つしみです。いやー長いこと YouTube やってるとこんなこともあるんだなということでなんと2023年の新語・流行語大賞ノミネートに、うん、NG リストが入ってるっていう。というわけでちょっと NG リスト入りされた本間流さんと今日は話をしていきたいなというふうに思っています、えー、もともとですね NG リストっていうのは何なのかというと。 ジャニーズ問題というのがありまして、まあ、ジャニー喜多川という人がですねウルトラ派の土級の鬼畜の所業をやっていたということが、まあ、事務所も認めるに至りでそしてですね結局、まあ、それを、まあ、記者会見をするとでその際に記者会見の時にこいつらは厳しい質問してくるからやめようぜっていうそれがそのリストが NG リストなんですよねでその NG リストの、えー、一人として本間さんが入っていたということでいや本間さん ついに、うん、我々流行語大賞にノミネートする <laughs> そんなになっちゃいましたよびっくり我々っつかそのまあ,あの我々が作ったものではい、はい、全くもってでもゆえに名誉あることじゃないですか、うん、ねえまあ我々っちか本間さんと佐藤さんなんですけどねえいやすごいなと思ってで今日はこの流行語大賞にいろんなねなんか、まあ、まずそもそも 流行語大賞にジャニー <laughs> ジャニーズ NG リストスラッシュジャニーズ問題っていうのが入ってるんですよ。うん。もうこの時点で本当にあメディアってジャニーズ忖度すんのやめたんだなって。そうね。だって他にもあのピン加害とかも入ってノミネトされてるんですよ。されてるよね。いやこれはさでもさまあ入れざるを得なかったのかもしれないけど。うん いやなんかネットでも大騒ぎになってるんだけど、うん、これが対象に選ばれたら、うん、誰に対象を重与するんだっていう話よね。それはもちろん恐山まで行っていた子を呼んできて大川隆法大先生いないのでもう「ジャニーた子を呼び出すしかないでしょ」。ないよなぁ。うん、なんてことをさしれっと言った日には俺たちも大変なまあここで言ってるけれども。うん あのー、主催者がさ聞かれてそんなことを言ったら、うん、<laughs> まあ来年もう開けなくなるかもしれないわけだけどそれはさすがでも現実問題としてあのー、その「せい P ガがのみでされてるて誰に渡すんそうなのよそうなの、うん、で NG リとジャニーズ問題は、うん、もし何かの賞になったらそれはじゃ ジャニーズ事務所に何かあげる,あげることになるよねあげるでも「THEPIGAL ー」ーはさ、うん、ちょっとこれえっとどなたにどなたに何をっていうかそもそも選ばれたことを「はいそれでは、えー、流行語大賞準優勝はってやんのかな <laughs> おめでとうございますってやるのかっていう問題があってこれ結構すげえいやもしそうなったらめちゃめちゃいやどうすんだろうなってすごいこうでそうなったらシリアスになっちゃうじゃないいきなり当たり前だけどいやというかおめでとうございますってちょっと言えないとなったらえそんなの流行語大賞は大変残念ながら、えー ピーですって <laughs> 発表したらん何かねえちょっと急にあのお通夜お通夜になっちゃうこれはばねちょっとイベント進行上もどうなんだろうっていう感じだから,だからちなみにあの NHK のあの流行語対象順でいくとまあ、50音順に並べてるのかどうかわからないですけど、えー、一番上は「I'm wearing パンツ」。 明るい安村さん。うん。あんまりこの画像を出し続けると広告に影響しそうなんで、一瞬だけにしておきます。<laughs> これいいんじゃないですか。アイムウェアリングパンツ。うん。これ一番。なんか、まあ、そうなんだけど。うん。はや。そうね、まあ。流行りのこの。広がり的に言うと、まだそんなに。どうなんだろうね。うん。で、次にもう一個が、なんか憧れるのをやめましょう。 うんこれは何かあのー、大谷翔平が言ったセリフらしいんですが、うん、私は知りませんでした、うん、俺はなんだっけ誰が言ったんだっけっていうぐらいのあれ記憶しかなかったりな,なかったねうん、うんいや<っ>こん中にやっぱ知らないのっていっぱいあるよで例えばこの新しい学校のリーダー首振り担当れ知らなかった俺これ私も知りませんでしたうんなんか TikTok かなんかで流行っているで新しい戦前は、うんうん、タモリさんが言った言葉ですよね,ねあれもなあなんつうのかなあこんなの野球ファン阪神ファンしか知らねえんじゃねえのぐらいあれはあの岡田監督ですね阪神の優勝<で>って言っちゃいけねえからあれってっ <laughs> そう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  <laughs> でやっぱりあのこれは私知ってましたよ頂き女子リリちゃん ねえ、うん、これすごいよねもうこれもうんか痛々しすぎていやこれすごいこれ男から3億円くらい騙し取ってて、うん、でえそれをホストに貢いでたっていうそうそうそうホストも捕まっちゃったんだよ、ね、でホストもなんか組織犯罪収益拡大防止法だかなんかえっこれ適用すんのっていうちょっと不思議な感じで、えー、リリちゃんいただき女子 ちなみに、いただき女子マニュアル、私読みましたけど、いや、こんなにきちんとセールスマニュアル考えられたの保険の営業やったか絶対儲かるからって思いました。でそんないただき女子さんが入ってます。で、X はツイッターが変わったでしょうん。うん、で、FLNEWS さんはこれちょっと入んないんじゃないかな

あこれ知名度的にはこれが一番なんか広,広く知られてるような気がするんだけどさどうなんだうそうなんえどううんそれゃやっぱりかなりかなり広まったじゃん。うん、えでも X の方がまあそれゃ X はそうかな、うん。でその次に NG リストジャニーズ問題。うんまあこれはさ、うん、NG リスト は知らない人はでもやっぱりいるよねやっぱりいるでしょういっぱいでもジャニーズ問題は知らない人いないだろういないでしょうだからそうだなこの中で、うん、やっぱり、うん、ああれねって番人が認めるってもしかするとジャニーズ問題,ズ問題だけかもよえだってさ次のオーバーツーリズムうんオーバーツーリズムこれはね、まあ、まあまあまあね もちろん大問題になってるからあれだけど、うん、社会問題に関心のない人は知らないと思うこれまあだから代表的なのはやっぱ京都ねそうそう,そうでその次は例えば奈良とか、うん、その観光客に、うん、あのー、が来すぎて地域の公共交通機関とかごみ処理とかが追いつかないぐらい人が来てるという、うん、いやこれ深刻な話だけど、うん、じゃあこの2つの言葉を並べた時に、うん、どっち知ってるかってったら絶対ジャニーズム問題だと思う そそうやろうな。若い若、いや、もう年齢がものすごく若くなってもジャニーズ問題って言えばわかると思う。オーバーツーリズムはわかんないだろう。中学生ぐらいだったんだ。おいで、えっ、ー、と次が、推しの子。推しの子知ってます私、原作第1話からずっとあ。なんか映画じゃなくて、アニメだったね。あの、もともとはヤングジャンプなんですよ。ああ<ー>、うん、見てねえんだよな、俺な、これ。 でーまあうーんちなみにもう一個その次でいやこれ熊だよね遅 s o 1 8って熊でしょでこれ知らない <laughs> 何えっとク駆除されたクソあク,クソじゃねえク熊です熊ですあそうなの熊ですあそうなのっていうぐらいでしょ、えー、いやもう全く知らないね あのー、北海道を4年間荒らしていた巨大熊 s,、えー、<S o 18 <S んなんだっけ ?O157? いやそれはあの流行それを流行だと本間さん捉えてるのであれば遅れすぎていてやばいです菅直人とかが会話で食ってた時代ですよそれおかしいでしょもう次菅直人ももう政治家やめる言うてるんやから <laughs> うん であのもっと多分うちの視聴者の中で知らないのカエル化現象じゃないかなうんうん。何だっけカエル化現象。カエル化現象知らないサイゼリアの中に入ってたってやついやそれはカエル化現象じゃなくてカエルです。<laughs> <laughs> サイゼリアが入ったんです。これね、うん、今の中学生から20代半ばぐらいまでのいわゆる Z 世代で流行っている言葉。うん、カエル化現象。さらに特に特、うん 女性の中で流行っておるやつなんですよなんかジャンプするのえっとね非常に象徴的なイメージを言うとうんあのこんな感じですカエルカ現象これですわからんわかりませんかうんこれねあのーカエルカ現象っていうのはこの左側に王子様書いてるでしょうん でカッコいいな素敵だなって思っている行為を抱いている相手の些細な行動とか言動とかで気持ちが急速に冷めてしまう。<ー>これを聞いたことあそういえば聞いたことある。カエル加減症と呼びます。うん、うんうん、気持ちがそのないてしまうのがなぜカ <laughs> えるな。えっと例えばあの本間さん素敵って思ってたけど何かのきっかけで。あ これをカエル化現象と言います。いやだからさ、その、はってなるのはなぜカエルなの何なんカエルってはってなるの何なんでしょうね。何なんだ、うん、何なんだと思いますか<や>みんな分かんないでしょうん。ね。ほら。はかんね、グリム童話。うん。カエルの王様。うね、えー。カエルの王様が、あの、ある国の、えー、王女様がさ、なんか金のマリカボールを、 泉に落として泉から醜いカエルが現れてカエルは自分と神職を共にしてくれたらこれを拾ってあげるよと言って王女は、えー、了承してこれをひあのもう拾ってもらったとだけど、うん、カエルに拾ってもらったけどそれをね無視して城に帰っちゃうっていうやつなんですよあそ、うんな話あったっけでそれであので,おでも結局しぶしぶカエルとねあの寝室に行って カエルがねやだなやだな,カエ,やだなカエルやだなと思ってカエルをあの壁にブンってぶん投げるんですよベって、うん、そうするとカエルの魔法が解けて立派な王子様の姿に戻っちゃったんですようよかったんですよ、ね、なんですけどなんかこう、うん、それ考えると気持ち悪いと思われていたカエルが最終的に王子になっているので反対ですよね、うん、カエル化現象の、うん、キモいと思ってたのが実は素敵だった、うん、なんですが、うん えっとあの同じ対象への気持ちが正反対に変化するというのを思うて、こういうのに対してよ、逆じゃねえかよ、まったく最近の若者はよーとかっていうふうに思っちゃうと、われわれおっさん一直線ですので、なるほどなと、ここが受けるときはしょう。いや、俺はそれはほうなかなか面白いなと、今説明してもらって、ようやくわかったよ。はい深いじゃん。深いんです結構 へこれがあの蛙化現象誰が考えたんだこんなの面白いな,なんか知らん間はやったんですよ知らん間にちょっとさでも説明してもらわないとすっぱり分かんないけどね俺蛙化現象ってあれかなと思ったゆで蛙のこと言ってんのかなと思ってええ。それはまあ,あのちなみに蛙化現象なんかでね驚いちゃダメですよ見てくださいこれ Z 世代専門の流行語ランキング1位蛙化現象2位河内3位宇宙ち。 えーえー、このあたり、なんとなく感覚的にわかりますよね。二位と3位は。4、豊永が学、拓と、うん。豊永タク豊田が拓と。豊永が拓と。もうなんかよくわかんない。5位チュキ、中期。中期。中期って好きって意味多分、多分、うん、中、う、期、んうん、は好きだと思います。ね、あのー、なんか、あ<ー>なんかね、 最近私なナウナヤングとのコミュニケーションを頑張って取るようにしてるんですよやっぱあの世の中のトレンディーな流れにですね遅れないようにするためにもですね <laughs> ナウナヤングとのコミュニケーション <laughs> トレンディーだトレンデーだ <laughs> 頑張ってコミュニケーション取ってるんですよでそれで私 <laughs> そういう人たちとライン交換するじゃないですかでたまたまなんかラインで雑談してる時に「清水さんのそういうところチュキやわ」って書いてきたことがあるんですよ なんで急にうち間違いかないって思うんだけど<ー>何回か何人からか続くからあっ検索したらチュキってあっもう完全に幼児か対抗してるね、うん、なるほどと、うん、ねでもあの主に女子中学生とか高校生で流行ってるんですよ でもこの人別に女子高生じゃないよなっていうふうに思いましたが、まあ、そこは突っ込むとやばいのでやめておきました。<ー>うーんなんで、えっ、ー、と、ニキ、ネキ。わかりますキキうん分かんない。分かんないよね。分かんないでしょう。うん、ニキ、ネキ。ニキラウダーえ違うのか。えっとね、これ確か、あの、姉貴 兄貴うん、うん、とかそういう意味なんですよ。うんうん、という、まあこれはあの若者版の流行語大賞で、ほとんど知らないでしょう。わかんや。わかんないでしょう。<laughs> まあ若者じゃねえからな。<laughs> 若者じゃねえ <laughs> <laughs> まあ、そう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  <laughs> 若者とコミュニケーションして、ダウダヤングとのトレンディーな流れに追いつかないようにって思うときついで、おっさん、なんすよ <laughs> そんなことを考えちゃいないか <laughs> <laughs> すでにそれももうないから、<laughs> もうそれもそれももうないないおもやめた。みたいうことしたくねえ。もうやめてください。したくない。伊沢<ー>くていいですね。<laughs> いやこれでそれがちょっとカエル化け物で飛びましたけど、次ゴルこれた多分。ね。ね新型コロナウイルスがゴ類,、ね、類になったことを。ああまだわかるけど、十円パンなんかすげー極端的な話だろうれ。<laughs> なんだね<え>これ。いや十円パンってこれ。 これはちょっとないな。そして全くはこの答たただあの、10円パン知らない人もいるんじゃないまあ、そうみたいね。それはそうでしょう。あっととに知らないでしょう。これです。トロイしたチーズと10円硬貨のフォルムが写真映え抜群。うん、SNS で話題のスイーツ、10円パン。10円じゃないんだ。1 <laughs> だ円パン、実は十円じゃありません。<laughs> だろう、えー。10円パンの,あの5種類の10円パンが入ったギフト。 はいおいくらかな二千五百。うん、2, 円。15 <laughs> 円にな<え> <laughs> 詐欺かよ、これ。<laughs> しかも。詐欺なのなんか、これなんか、ちょっと今川焼きっぽい感じですよね。<ー>こういう。おば <laughs> あ<ー>、あ正直、美味しそうではあるが。ああ。なるほどね。うん。まあ、別に、でもちょっと局地的だな。ええー、で、そしてですよ、この。 スレコザサってさ、うん、これはわかんないこれはよあの解説読んでみないとわかんなかった俺も。あああれですね1927年に牧野富太郎博士が65歳の時に仙台市で発見してあ、うん、その時に研究生活を支えてくれた妻末への感謝を込めて学名を和音末小沢と命名した、うん、あ、うん、あの高さが1,2メートルになるイネ科の多年草ですねってわかんかよそんなの 分かんねえよ流行してねえよ <laughs> してねえよ十円パイより分かりにくいよこれ間違いなく流行はしてない。<laughs> あの、朝の連続テレビ小説見てる人にしかわかんない。槙飛富太郎は博士とか知らないでしょほこ, <laughs> これおかしいよね。<laughs> こんなの入れてくるのさ。うん、なんかネタに困ったのが。で、まあ、生 P 以外。 うん、でそして生成 AI これも知らない人多いんじゃないの、うん、まあ AI としか知らない皆さんの中であの生成 AI チャット GPT とかビングとか使ったことある人どれぐらいいますかねえそしてあの生成 AI っていうのがあのそういうふうに呼ばれてるっていうことも知らないんじゃない、うん、あんまこれもだからそれと同じようにねあのチャット GPT っていう言葉も入ってるけどまずあのひらがなじゃねえしチャット GPT。 でその間に入ってるのが地球沸騰化ね、まうんうん。これはもしかしたら知ってる人いるかもしれないね。国連がなんせ発表してたから。そうね、うん。知ってます皆さん、地球沸騰化。グテーすス国連事務省長が地球温暖化から地球沸騰化の時代に入りましたった。もはや温暖化ではないとてそう,そういうふうにこう言ったんですよ。であとはあの電動キックボードね。うん ああれちなみに本間さんまさ乗ったことありますない私やっぱりねあのナウナヤングが流行ってるらしいんでトレンディーな流れに、ね、やっぱ追いつけっていうことで電動キックボード乗りましたお<う>自分が漕ぐより遅いからやめたか遅いの遅い遅い遅い30キロ制限出てるから実際出るのって20キロぐらいなんですよああ<う>、うん、20キロでりい,いいじゃんいやいや電動チャリでこいだ方がいいし運動にもなるよ そそうだ、うん、で次がなんかに、えー、と2024年問題ライドシェアいやこれは知らないだろう、まあ、最近一応ねあのライドシェアどうするとかっていうのをあの岸田首相も言ってたんであまあそうだけどさこれさやっぱさ流流行行はしてないよ、ねうん、どう見ても。うんうん まだ引き抜きです、引き肉です。ちょんまげこぞうの方が流行ってるよう。いや、俺パッと見わかんなかったですね。え、ちょんまげこぞやっぱりあのね、中学生六人組のユーチューバーちょんまげこぞう知らないみんな。うん。知らないか。中学生六人組なんて全く見たいとも思わないしね。何言ってんですか。ちょんまげこぞう4月19日に1000人程度のチャンネル登録者をですね、たった1ヶ月で100万人突破ですよ。 多いなあ,あれだ女性せガキが飛んだり跳ねたりしてるだけでしょもうねオバハンとかねエッペルオバハンとかガキが飛んだり跳ねたりとかねもうダメ <laughs> ダメ <laughs> ダメでもそういう内容なんでしょ簡単に言っちゃうとすごく簡単に言っちゃういやもう見てもいないのにそういうふうに言うな <laughs> ひと月き万歳ってさなんかよくわかんないけど社会のハグレモンがギャーギャーギャーギャだったら何でも噛みついてるバカな番組でしょみたいなこれ言われたあら腹立つでしょ <laughs> も,もうもうまあうん、うん、まあちょっち見てみると思ったけどあんまり腹立たないだ <laughs> っじゃあんまあまあ新たないルカそうかなみたいな、うん、で次が藤井八冠はあれまあまあね大きまあうんでもこれも将棋知らない人は全くわかんないだろうな <laughs> そしてあのヌトーバー選手のペッパービルパフォーバ <laughs> <え>ーず まあでもこれはまああ度は行ったかなまあテレビとかでも言ってたしななるほどまあ流行語の一つではあるかもしれないね少なくともライドシェアよりは流行ってるよなうんビバンはまあそうねまあドラマだよね TBS のゲスト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 ゲ 見る将棋に特化した将棋情報系チャンネルです。ああ知らない。将棋系なんでしょうこれは。おと俺将棋好きだけど全然知らない。だからあの <laughs> 将棋を見るファン。うんうんうん。なるほど。うん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 。なんかね、まあ多分別にこのチャンネルが伸びてるっていうことじゃなくって、六万人ぐらいなんでね。そういうプロ棋士などの対局の観戦者を見る人たち。 が多いんでしょうねであとはその闇バイト闇バイトはまあはや流行るっていうかまあよく使われるよねうん確かにであとはえー、っと4年ぶり声出し応援に y 2 k 2>、まあ、y 2系ってなんだっけ山崎とええ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 えんえっええええええ 小泉と何かよくわからないことを言おうとしているえなんか自民党の3人じゃないのいやそれは違う違う違うそれなんか y y K だか YYK だから YKK だからそれでしょうあ YKK か YKK でしょ私加藤でしょ加藤浩一でしょもう一人あそうだそうだ,そうだもうもういねえから加藤浩一も <laughs> <laughs> あの Y2K でございます Y2K は、うん、あのこのファッション数年前から Z 世代を中心に若者の中で人気が定着したのが Y2K トレンドっていうやつで、まあ、清水さんやっぱりねあの n o のヤングとのコミュニケーションを取ってもうトレンディーな流れ、うん、ファッションの流れ追いつき追い越せこういう感じでやっておりますから Y2K これもうちゃんと知ってますよ。Y2K って何違う違う。 Y2KY はイヤー 2K10002000、うん、年代前後のファッションのテイストのことを言うんですおーおーレンドおおおおおおこれがあのあれなんです Y2K お<ー>た,ただこれもね今年流えっと今年流行ってんのかっていうふうに 2年ぐらい前から Y2K トレンド来てるね。うん。うん。で、最近ではもう Y2K は若者の世代、20代より下。だか20代、10代ぐらいでは、もう Y2K です、基本的に。うん。言葉として知ってます。何があの、えっとね、えっと。手底シルクルそうなのあの、厚底ブーツ。 おあと、えー、とクロップドだけエスト出しルックねあああとはあのフレアパンツ<ー>、うん、ああなるほどなるほどであと確かに、うんそういう感じの確かになんかそういう格好して歩いてるガキがいっぱいいるよねあのね本間さんそれガキが歩いてるよねとかって言って2000年代ファッションなんだからあなたもそんなことやってないでしょ やってないよ俺はそ,そっか20年前だから本場さ30だけ十40なんだからそんなことしてませんよして <laughs> ないか私にはすごくあの懐かしいトレンドなんですよ <laughs> ちょうどその頃若者だったから今もそんなのいっぱいいるじゃん,ん今もそんなのいっぱい歩いてるじゃんでだからその,そのトレンドの流れなんですよだからそれうんだからあのー Y2K とか結構派手な感じのファッションが流行ってからだんだん細身がいいっていうのになってノームコアっていうどちらかというともう普通のシンプルな格好がいいっていうスティーブ・ジョブズとかさ本当に行って三宅の黒いの着てその下はジーパンみたいな感じでもずっと一緒っていうのがしばらく流行ったんですけどそこから2016年あたりからあのベトモンのねデムナザバリエっていう人が出てきて。 オーバーサイズとかねだいぶベ,ベトコンじゃないベトもんだから、うん、ねえそ、ー、れ行りだしてでその流れあたりからあの,あの若者の間で流行ってるのが Y2K トレンドですようーんなんですよなるほどはいナウナヤングとコミュン勉強になるの今日のこのひとつきマンガ勉強になりますね <laughs> <laughs> だからナウナヤングと会話するときにね あの女性が、えー、そういう格好してたら「あそれ y 2系トレンド押さえてていいよね」って <No. S 1> こう褒めるまあナウナヤングの女の子と話すことあんまないからね。<laughs> ヤっけな女の子店員さんいるでしょ普通に別になんか私がそういうことコミュニケーションを取ってるっていうのは「へい、hey, 彼女俺とお茶しない」とかそういう感じで取ってるんじゃなくって普通に行った買い物してる店員さんとかと「こんにちは」とかっていうふうに声かけてるだけだから話やまああのバーでね、うん、時々横に女の子来るとさ、うん まあ話もしないことはないけど。バーもないけど。バー行かない。バー来ないしね。バー行かない。私、うん、バ,ーバー行かないから。あそっか。そう。酒飲まないから。まあそうだね。まあ、ちなみに、あのーえー、別に、なんだろう。年関係なく声かけてますけどね。私は。うん、やっぱつながり三 360, 360度外交。<laughs> そうそうそう。男も女も犬も猫も。<laughs> なんだったら亀道にもこんにちはぐらい。<laughs> まあ、じゃあそうじゃないとやっぱりネットのつながりがこれだけ増えちゃった時代だから私を全く知らない人と体一つでちゃんと仲良くなれるかっていうのが大事なんですよ。うんうん、体一つというかまあ裸一貫というかエロい意味ではなくて。うん、なのであのー、これね y 2系トレンドの服装を褒めてで、えー、なんか LINE とかで。 清水さんちゃんとそういうところ分かってるのチュ,チュキチュキチュキみたいなんで急に赤ちゃんが言わたんだろうか何かあんまり言われたくねえななんか全然もう「はい」っていう感じだもう,もう結構面白いよ20代の男性女性関係なく使ってくるラインのスタンプみんな多分びっくりすると思うそうだろうねはい えー、そんなわけで本日はですね NG リストに入った本間さんと NC が、えー、流行語大賞をそうチェック、うん、だよあだから流行語ちょっと最後にさこれどれが流行語大賞になるかちょっと予想しとかないといけないんじゃないのこの話題をしたんだから。<laughs> でもさ圧倒的に有名なのは X ですよね。<ー>ただ X が。いやあらそうだなまあ でも、ジャニーズ問題ってさ、うん、X はいいよ、X は。X はいいけど、<ョ>ただの。ジャニーズ問題ってやっぱりさ、これも影があるじゃない、うん、これらん。なんか、流行語大賞です。1位は、ジャニーズ問題。エ j ジん、えー、わーいおめでうございます <laughs> いう。三島ジュリーさんを呼んで、あの、渡そうと思いましたけど、なんか、呼んでも出てきませんでしたとかとお待ちくださいます

えそうだった <laughs> なんてことだだから、うん、多分ねジャニ問題とか生、うん、p はさまあ外すよね外すだろうん x ね x かまあ分かんない私なんかちょっと難しい俺はやっぱりなんか感覚的にはちゃ 今年はジャニーズ問題で明け暮れてる感じがするけどね、うん、まあ5月ぐらいからずっとだからねうん、だけどさこれな YouCan <laughs> と白鵬堂がそれを選ぶかっていうとちょっとねまあいやっていうねまあ最後にね皆さんにおあのいやあごめんいまだにそうかはちょっとはっきりしないけどうん、うん、あのー、YouCan ってもう全部白鵬堂だった 俺がやってる時は、うん、で、1月から3月の間にすべての売り上げが立つ会社、うん。通信教育とかなんだからね。うんうん、で、流行語対象も箱道が提案して始めたやつだから。うんうん、まあ多分箱道だと思うけど、今なう,うん、うんだそう考えると、じゃあ、問題は厳しいような気がするす。じゃあ、なんなのよ、なんの最後に言っといてよ。私はじゃあ、うん、そこら辺の事情も考慮して、X。 うん。予想 x お子さんは。うん、ああ。あ、ちょっともう一回ミスで十位。十位の。はい。エッフ,フェルババアかな。そんな名前はない。うん、エッフェル姉さんです。エフェル姉さんにしとこまあ、あるいは、でも、それも博報堂が絡んでると選ばなさそうだから。そういう意味では、藤井八冠とかも。 まままあまああななのかな、まあ、わかんねペッパーミルだペッパーミルこれだペッパーミル一番なんか人畜無害じゃん <laughs> 人畜無害それうこうなんかさこうやるだけでさなんか絵になるじゃん <laughs> ペッパーミルペッパーミルでいい本間、うん、さんは <laughs> ペッパーミル私 X! 皆さんの予想も書いていていただけると嬉しいです <laughs> ということで、えー、皆さんあのー、どれぐらい知ってましたか <laughs> この2023年の Z 世代、カエル化現象、カワチ口ウチクチなトヨナ、トヨナがタクとチュキ、ニキ、ネキ、お前今日何したんだよ、スシローを救いたい、エグイ、エグイテ、チョエ。チョエってイタリア語かいや違う。違うはい、えー、ちょっとね、フリートークで2つ、今日ゴジラも撮っちゃったからね。 あの真面目なジャニーズ問題を取らないとダメなんで、ちょっとこれぐらいにしておきましょう。というわけで、えー、今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。じゃあねー。どうもー